ヤドキン軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3万8軍庁所在地はヤドキンビル町であり、同軍で人口最大の町でもある。ヤドキン軍は1850年にサリー軍のヤドキン側から南部が分離して設立された。軍名もヤドキン側から取られた。ヤドキン軍は 地域自治体の委員会である、ノースウェスト、ピードモント自治体委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は337平方マイルで、あり、このうち陸地336平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.57%である。ヤドキン軍は、州の中央、ピードモント大地に入っている。ピードモント大地は、 うねりのある農地が所々で、丘陵や小川の作る谷で仕切られている。軍の最西部には、さらに西にある、ブルーリッジ山脈の死脈で、深く侵食されている、ブラッシー山脈がある。ヤドキン軍は、ブラッシー山脈の東端になる。この山脈には、周辺部との差が400ないし500フィート以上あるような、山はない。軍内最高地点は、ジョーンズビルに近いスターボンであり、 標高は1590フィートである。ヤドキン川が、軍の北と東の境界になっている。ヤドキン軍は12の軍区に分割されている。主要高規格道路空港商業航空便は、ピードモントトライアド国際空港及び、シャーロット・ダグラス国際空港から利用できる。軍内では、ジョーンズビル近くのスワンクリークとヤドキンビル近くのローンヒッコリーに、 民間飛行場があるさらにブーンビルのバプテスト教会道路沿いにも空港がある。近年は NC バプテスト病院のエアケアーを置いていた。公共交通機関2006年からピードモント地域交通公社がその US421 山岳急行の一部としてブーンとグリーンズボロの間で限定的バス便を運行し始めた。宿金ビルの東と西にバス停がある。 ブーンビルを本拠にする地域社会行動機関である、ヤドキンバレー経済開発地区が複数軍にまたがる公共輸送体系を運営している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ヤドキン軍の自治体と軍区一時期法人化され、現在は廃止されている町は次の通りであるヤドキン、軍には法物種、スターマウント、 およびヤドキンアーリーカレッジの3高校がある。ヤドキンアーリーカレッジは5年生であり、サリーコミュニティカレッジのヤドキンキャンパスで高校とカレッジの授業を行っている。生徒は高校卒業資格と看護、刑事司法の準学志望、あるいは4年生大学への移行資格を取得できる。高校の前は幼稚園生から6年生までを教える、小学校が8校ある。 ヤドキンビルの街には代替学習センターであるヤドキンサクセスアカデミーも運営されている。2009年には新しく中学校2校を開設した。スターマウント中学校はジョーンズビル、ブーンビル、ウェストヤドキン各小学校からの7年生と8年生を受け入れる。フォーブッシュ中学校はイーストベンド、フォーブッシュ、フォールクリーク、コートニー。 ヤドキンビル各小学校からの7年生と8年生を受け入れる。両校とも高校に隣接している。サリーコミュニティカレッジがヤドキンキャンパスを運営している。ヤドキン群の全域がヤドキンバレーワイン生産地域に含まれている。この生産地域はアメリカ合衆国政府から特徴あるブドウ栽培地域として認証されている。ここで栽培されるブドウから生産されるワインは そのラベルにヤドキンバレーの故障を使用できる。さらにスワンクリークワイン地域もある。軍内のエルキンでザ・ヤドキン・リップルとザ・トリビューンという二つのコミュニティ新聞が発行されている。大規模な日刊誌であるウィンストン・セーラム・ジャーナルも軍内で購読されている。格月間ライフスタイル雑誌のヤドキンバレー・リビングはイースト・ベンドで出版されている。A ムラジオ局が 軍島部にある。ヤドキン軍は、ピードモントトライアドラジオ市場とテレビ市場にあるが、シャーロットの市場からも放送が流されている。ありがとうございます。